金沢市内の中学校です。今日のすごい人はどんな人？体育でなんか運動神経すごいいい、すごいと思う。シャトルランが確か結構一番すごい。クールでかっこいい感じのキャラです。世界の大会に出てほしいなと思っています。今日のすごい人は中学2年生の川西久さんです。6限が一番疲れるんで、6限ぐらいが一番テニスしたいなと思います。早く練習行きたいなみたいな。川西さん実は去年11月、福岡県で開かれた15歳以下の公式テニス全国大会男子シングルスで日本一となりました。石川県勢としては12年ぶりの快挙です。じゃあ、お願いします。なんか疲れてそう。テストだった、テスト返しだったんですよ。テニスの時間が何より楽しみだという川西さん。こんなセットなんや。はい。僕は全く気にしないですけど。川西君はどうですか？テレビ局。僕は気にしますよ。気にするの？そうなの。3時間もするんですか？大変ですよ。平日は3時間、土日は4時間の練習を週に5回こなしています。川西さんの得意技は粘りのあるラリーで相手を揺さぶり、ネット際にボールを落とすドロップショット。川西さんのライバルで12歳以下の全国大会で優勝経験がある源拓真さんも舌を巻きます。フィジカルが良くて、振り回されてもカウンターがすごいところに入るところがすごいなと思います。いやらしい感じでドロップとか打ってきます。意地悪が大好きだから、こう相手の気持ちになって相手の嫌がることが本当によくできる選手だと思います。奇想天外な、プレーは、まあ、僕も見ててもやっぱり 何するんだろうなっていうところはよく思いますね。川西さんがテニスを始めたのは2歳の時。両親の趣味がテニスだったからです。壁に向けてスポンジボールを打つことが大好きでした。そして小学4年生の時には県大会で準優勝するなど頭角を現しました。そんな川西さんがその頃から続けているのがこのテニスノート。声を出してなかった、決め球のミスが多かった、すぐにストレートに打たないでクロスに打てた、ミスしても堂々とする。試合で良かった点や課題を欠かさず記録してきました。これは自主的に始めたもの。単純にテニスが楽しんで、楽しんで試合できるところだと思います。この日川西さんは金沢市内のジムでトレーニング。今一番重点を置いているのが走り込みです。いやでもまあまあ疲れますよ。やっぱり自分試合で最後まで結構体力持つ方なんで、そういうところで効果出てると思います。次のトレーニングは、これお尻なんですよ。お尻のなんか鍛えるやつ。テニスが上手くなるためにどうしたらいいのか、その一心でいいとされるトレーニングを積極的に取り入れています。きついなって思ってるんですけど、なんか勉強と同じでなんかやらなきゃいけないって感じで、やっぱ試合でも大事になってくるし、いろんな場所を力つけてて、体全体でしっかりボール、重いボールを打てるようにしていきたいです。
トレーニングの成果は着実に現れています。高い打点から放つ角度のあるサーブも全国大会を制する強力な武器となりました。次なる目標は、これから世界にも挑戦していきたいと思うので、まだ満足はしてます。グランドスラムなんかあるんですけど、それで上で勝っていけるようにしたいです。石川から世界へ、夢への挑戦が続きます。